東京号はなんとなくなんとなく東京かなと、もう条件を変えず順番も考えず、とにかくひたすら縁とタイミングだけで出してるっていう。他の土地だとやっぱりこうこの号を作りたいんだっていうその土地の人の熱意とか盛り上がりとかだとやっぱ僕たちもすごくテンションが上がるので、会いに行くのが楽しくなる、会いに行くために結構取材に行っちゃうっていうところもあったりして、今回東京号は取材しながらそういう人たちに出会っていったっていう感じですね。で、東京号っていうものをきっかけにいろいろ考えると、下町とか山手っていう状況があって、江戸城の城下町でみたいな作られた町っていうのもちゃんと継承されている町、今回取材させてもらったお店のほとんどは10年も同じことやってるよっていう人たちばっかりで、実は東京ってゆっくりした流れの文化がちゃんとあって本当にいいものがそこにとどまっている。一冊雑誌を作ることで毎回展覧会をするみたいな雑誌ってほとんどないと思うんですよね。ましてやその1ページ1ページ記事を載せながらそこにあるものを実際に借りてきて展示してるので、そういう意味合いでは今までない、ありそうでなかった展覧会になってるんじゃないかなと思います。